はい、どうもトワイスです。今回もデュープリズムやっていきたいと思います。前回メルのアトリエにつきまして、まあちょっと3人の子供と遊んでメルと会うことができましたね。で、その3人組だと思っていた子供はもう一人仲間がいて、で、まあそれを探してくるのがキューブ調査の条件だということで、じゃあやっていきたいと思います。さあ、とは言ってもどこにいるんだろうな、そんなのは無視したいけど、お前どっかで見たな俺は欲しい、俺は欲しい。やべ、やばいやつだ。関わり合いにならないでおこう。さあ、それにしても子供ってどこにいるんでしょうね。何だったんだあれは。さあ、どこに行けば会えるかな。町の人に話を聞けばいいのか、それともまずはクラウスさんか。何か助言をもらえればいいんだけど。ああ、カメラがかぶっている。そうか、ポルルプルル人を探さなければならないのか。彼らはジメジメした場所を嫌うから、地下や建物の中にはいないと思うよ。ほう、これは確かに有力情報だな。ってことは地下迷宮とか、あと森みたいなところにはいい、ん？森はありなのかな。ゴロツキ兄弟の姿を見かけたわ。あの人たちがエレナをいじめてたのね。いずれたっぷり懲らしめてあげましょう。そっか。まあでも無理しないでくださいお母さん。ジメジメした場所や暗いところを拒むというか嫌うか。お、ポルルプルル人を探してるの。多分森にいると思うよ。ポプルプルル人は森が大好きなんだ。なんかすげえ噛むなこの名前。森が大好きってことはこの辺りか。カローナの森にいるんでしょうかね。じゃあちょっと行ってみましょう。いや懐かしいな。うん、あと装備品がですね、収録外で買いまして、シルバーブレスとシルバーベルトになってるんで、それなりにまあ戦えるようにはなってるとは思いますが。よっ、うひょーって同じパターンかよ。あれはこの前のゴロツキ兄弟か。あれ、あの子は。わーん、汚い手で触られたら汚れるのだ。何？俺の手が汚ねえだと？そいつは聞き捨てならねえな。この俺のデリケートなハートが痛く傷つきやがったぜ。きっちり詫びを入れてもらうぜ。汚いものを汚いと言って何が悪いのだ。ひょー、こいつ生意気っす。兄貴に向かって失礼っす。やかましいのだ。うるせえ、やかましいのはてめえだ。二度と生意気な口を聞けねえようにひどい目に合わせてやるぜ。ひょー、なんか盛り上がってきたっす。やっぱり悪役はこうでなくちゃいけないっす。お前自覚あるのだ。やめろ。なんでせっかく盛り上がってきたのに邪魔しやがって。ああ、あ、兄貴、こいつこの前のおたま野郎ですぜ。言われてみれば見覚えがあるぜ。ここであったが100年目だ。この前の仕返しをさせてもらうぜ。行くぞスモーキー。うっす兄貴、今回は人間の状態で戦ってやるよ。来いや。ほ、外してばっかりだ。クソ、なかなかに連撃が強いじゃないか。だがゴリ押せば勝てるぜ。多分ゴリ押してやろうか。その方が楽な気がしてきたが、あんまりそういうのもよろしくないか。うーん、強いな。畜生、またしても負けちまった。仕方ねえ、ずらかるぜスモーキー。え、うひょひょ兄貴、また同じセリフだった。
ポプルプルルシン、助かったのだ。怪我はないかい？平気なのだ。メルさんに頼まれて君を探してたんだ。アトリエまで送るよ。メルさんが心配してるよ。大丈夫なのだ。一人で帰れるのだ。お前名前なんて言うのだ？ルーだよ。ルー、ありがとうなのだ。それじゃあバイバイなのだ。そろそろ日が暮れるな。今日は町に帰ろう。あ、本当だ。夜になってる。へえ。夜だとまたなんていうか趣深いというかそんな感じですね。どうしようかな。特に何があるわけでもないしな。モンスターを売ることだけはできればいいんだけど。あ、閉店か。じゃあ、まあ宿に泊まればいいんでしょうね、きっとね。おや、おかえり。今日はもう遅いから部屋で休んでおいきと。うんうん、じゃあ部屋に行きましょう。全くもって嫌な夢でしたね。まあちょっとよくは眠れなかったかな。一応ちょっと回復だけしておきましょうか。さ、じゃあこのままメルのアトリエに行きましょう。多分帰ってる頃でしょうしね。さてさて、またこのファンシー空間を通っていくのかよ。周りには誰もいないみたいですね。じゃあ、お、いるいる。お、あ、ルーなのだ。この前は助かったのだ。お家に帰れて僕は嬉しいのだ。待っていたわ、ルー。ちょっと外してもらえるかしら。ルーと大事な話があるの。せっかくルーが来てくれたのに。でもメルの言いつけだったら仕方ないのだ。じゃあね、ルー。今度一緒に遊ぶのだ。いやー、4人目はどういう鬼畜ステージが待ち受けているのか。あの子を助けてくれてありがとう。私からもお礼を言うわ。メルさん、キューブは？せっかちね。安心なさい。キューブの調査は済ませてあるわ。詳しいことはこれにまとめたから、町に戻ったら読みなさい。メルのレポートをゲット。キューブをゲット。ありがとうございます。ご面倒をおかけしました。別にいいのよ。片手間でできることなんだから。すげえな。さて、これで用事は済んだけれど、少し時間をもらえるかしら。君に聞きたいことがあるのよ。僕に聞きたいことって？面と向かって話すことはないでしょう。けれど、はっきり聞いてしまうわ。ルー、君、人間ではないわね。どうしてそう思うんです？何と言ったらいいのかな。
そうね、魂の影のようなものかしら。普通どんな人間でも魂は一つだけ、当たり前のことよね。でも君は違う、どこか違う。見えるのよ、君のそばに。君の魂だけではなく、もう一つの魂の影が。君が普通の人間だったら、そんな現象はありえないわ。無神経なことを言ってしまったかしら。気に障ったのなら謝るわ。いいんです。本当のことですから。メルさんの言う通りです。僕は人間じゃない。事情聞かせてもらえるかしら。僕は5年前ある遺跡で目覚めました。ここはどこだろう。ここダメだ、思い出せない。ここはどこなんだ。今はいつなんだ。僕は誰なんだ。頭が割れそうだ。行かなきゃ。どこへ。わからない。でも行かなきゃならないんだ。何のために。遺跡を出てから僕は探し続けた。僕はどこに行けばいいのか、僕は何をすればいいのか。でも答えはどこにもなかった。僕は行くあてもなくさまよって、大丈夫？君、こんなところでどうしたの？しっかりして。それがクレアとの出会いだった。見ず知らずの僕なのに、彼女はとても優しくしてくれた。僕に帰る家がないとわかると、クレアは何も言わずに僕の部屋を作ってくれた。たった一人だった僕は、やっと家族を見つけたんだ。クレアという家族を。でも、彼女は。あのシーンですね。君と共にある魂の影はクレアという人のものだったのね。ルー、君は途方もない悲しみを抱いて歩いてきたのね。あれから3年が過ぎてもまだ昨日のことのように思い出します。僕はクレアを救えなかった。だけど遺産の力があれば。そう、君の考えは分かったわ。
エイオンの遺産ならばクレアさんの命を取り戻せるでしょうしね。どんなに時間がかかっても遺産を見つけ出しクレアを救う、僕は自分にそう誓ったんです。僕はそのために生きて戦っている。でもね、ルー、これだけは知っておいてちょうだい。エイオンの、いいえ、バレンの力は危険すぎるのよ。あれは破滅を招く力だわ。破滅を招く力でもクレアを救えるなら、この世が滅びてしまってもいいの、悲しむ人が生まれてもいいの、それはまだ時間はあるわ。よく考えてちょうだい。あら、ファンシーメル、いないの？いるならおとなしく出てきなさい。お客様のようね。ルー、この話はいずれしましょう。エレナも来てたんだ。あ、おたまさん、こんにちは。やっぱりね、ここに来てると思ったわ。メルにいろいろ聞いたんでしょ。お、なんでわかったんだって顔してるわね。甘いわね。あんたの行動パターンなんてとっくにお見通しなのよ。私に隠し事をしても無駄よ。だから遺産の情報も素直に話した方がいいわよ。やめてくれないか。そういう気分じゃないんだ。どうしたの？体の調子でも悪いの？話したくないなら別にいいけどさ。それじゃあ私はメルに会ってくるよ。エレナ、案内ご苦労様。はーい。どうしたんですか、ルーさん。いや、なんでもない。なんでもないんだ。そうですか？なんだか元気がないみたいですけど、メルさんに何か言われたんですか？そんなことないよ。エレナはミントが出てくるまでここで待つのかい？ミントさんは行きだけ道案内すればいいって言ってたから、もう帰ります。それなら町まで一緒に帰ろうか。はい、おたまさん。そろそろエレナの誤解を何とかしないとな。あいつは話を何回目だ。え、ルーさんっておたまじゃないんですか？そうだよ、おたまにも変身できるけど、おたまが正体ってわけじゃないんだ。僕の本当の姿は今君の前にいるルーさ。だから僕を呼ぶときはおたまのルーさんじゃなくて普通にルーでいいよ。おたまがルーさんに変身したんじゃなくて、ルーさんがおたまに変身したんですね。やっと分かってもらえたのか。なんだ、そうだったのか。でもルーさんってどうして変身できるんですか？それはその、そうやって秘密にされると気になっちゃいます。言えやしないさ。僕は人間じゃないなんて。おい、このタイミングでお前か。あれ、誰かいますよ。デューク、何やってるんだ。ほほう、俺の完璧な変装を一発で見破るとはな。さすが俺のライバルだぜ。普通誰だって見抜けるぞ。エレナだって来るときに分かったろ。全然分からなかったです。さーて、挨拶はここまでだ。本題に入らせてもらおうか。お前が持ってるキューブとファンシーメルから受け取った情報をおとなしくよこしな。嫌だと言っても無駄だからな。力ずくで奪い取ってやるぜ。そんな変な着ぐるみで何を言っても迫力がないぞ。そっちこそこの前盗んだティアラを返してくれ。変だって？まだまだ甘いな、ルー。この俺を誰だか忘れたか。なりきりのデューク様だぜ。もしかしてその星になりきってるのか？その通り。例えるなら今の俺は夜空をかける一筋の流れ星。見よ。わあ、綺麗ですね。エレナ下がって。というか小さすぎて何も読めなかったよ。はははは、どうだ、これがスターライトデュークの実力だ。行くぜ。やばいな。光るぜ、回るぜ、輝くぜ。うるせえな。こいつもしかして前からの攻撃は食らわないのか。
ほ、あ、後ろからだな。ほ、よ、ち、やっぱり前からは食らわないか。よ、狭いな。お、よし、さすがに前からはやっぱ食らわないか。お、よいしょ、よし、安全に行こう、安全に。痛え。おー、やべえ、置き攻めされるこれは。ほ、あと何発ぐらいだ。というか相手の一発がでかいんだよ。ほ、よし、よいし、あと2発か3発ぐらいかな。ほ、普通に転んだし、スター、当たらんさ。うう、俺としたことが抜かったぜ。まさに虚勢オツ。優しいなエレナ。諦めてティアラを返してくれ。これで終わったと思うなよ、ルー。お前は俺の永遠のライバルだからな。永遠のライバル？そうじゃなくてティアラを。今日のところは引いてやるぜ、ルー。だが次こそは最強のなりきりで必ずお前を倒してやるぜ。首を洗って待ってろよ、さらばだ。いやー、すげえな、なりきりって。何でもできるんだな。あいつも人間じゃないな。リュークさんって愉快なお星様ですね。サイコマスターか。どうした？バレンの遺産に接触を試みる者が現れました。そうか。で、何者だ？冒険者か、盗掘師か、それとも愚かな魔術師か。それが、ほう、やつか。よもやあれが自らの意志で遺産に手を伸ばそうとはな。サイコマスター、抜かりのないお前のことだ。すでに手は打ったろうな。先ほどあの二人を立たせました。明朝にはカローナの町に到着するかと。よろしい。しばらくは手を出さず、監視だけに留めるように伝えよう。それともう一つ。この件、まだマヤ殿下には伏せておけ。承知しております。しかるべき時来たるまでは沈黙。いよいよだな。今度こそ使命を果たさねばならん。やがて私は地獄への扉を開く。お前たち3人にも修羅の道を歩いてもらわねばならん。我らには修羅の道こそふさわしゅうございます。生まれ落ちたその日より我らは常に戦いの場に身を置いてきました。我らはすでに修羅なのです。どれほど危険な任務であろうとも必ずや成し遂げてご覧に入れます。ドールマスター様のご命令とあらば、たとえ地獄の底であろうとも、それが我らの使命です。期待している。まあちょっと今回はいろんなヤバい奴らに会いましたな。じゃあですね、次回はクラウスさんに報告するところからやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。